どうも、ドクター森野です。それではですね、今日は雨の中でのレポートになりますけれども、今日はアトラス練馬レジデンス、こちらについての予定価格と間取り、そしてモデルルーム訪問についてご紹介したいと思います。練馬ですね、私が上京して初めて住んだ23区でございます。それでは今回ご紹介のアトラス練馬レジデンス、物件概要から参りましょう。売り主はもちろんですね、アトラスと名前がつくことから旭化成不動産レジデンスと。設計はビスポーク、施工は佐藤秀人、これ佐藤さんの佐藤にですね、秀人という字を書いて、まあ、佐藤秀人、施工佐藤秀人、かっこいいですね、なんとなく。あ、なんとなくというか普通にかっこいいです。それだと欠陥物件になっちゃいます。価格は今のところ未定。占有面積は 38.30 平米から 73.45 平米で、倉庫数は39個、うちですね非分譲の10個を12個含んでおります。規模としては14階建てで、交通面は西武池袋線、都営大江戸線の練馬駅、こちらから徒歩6分です。所在地は東京都練馬区豊玉北6丁目。竣工予定は2021年の1月下旬となっています。駐車場は6台ありまして、平置き車椅子使用車駐車場が1台、そして機械式の駐車場が5台、自転車置き場57台、口が回らない、57台ございまして、2段式上段ラックが15台、下段スライドラックが15台、バイク置き場が3台ありまして、平置きうちミニバイク置き場は3台となっています。詳しい物件の場所につきましては、マンションマニアさんのブログの方をご確認ください。こちらですね、練馬駅から徒歩6分と駅近、目白通りを越えたですね、ギリギリ商業地域のため背の高い建物とすることができまして、南の面はですね、住居地域のため眺望最高に期待できるというのが立地面での大きな特徴となります。練馬駅の南口は商業施設が広がっておりまして、目白通りを越えるくらいまでは商業ビルやマンションが混在しているわけですが、区役所の南側からはですね、住宅街になりますし、南の面がですね、接続していますから、アトラス練馬レジデンス、こちらの物件は多くの住戸で日当たり、そして眺望に期待ができます。目の前がですね、高さ25メートル規制となるため、特に9階や10階あたりからは抜け感も強くなってきますから、新宿方向の綺麗なビルの夜景を楽しむことができるでしょう。商業地域となりますから、隣に飲食店が入る商業ビルなどが建ってしまう可能性も一般的にはあるわけでございますが、東側は大きな郵便局、西側は賃貸マンションと、その斜め北側に区役所となりますので、真横もわちゃわちゃしていないというのは大きな魅力と言えるでしょう。まあ、行かれた方ですね、お分かりかと思いますけれども、駅降りていただきますと、南側にはですね、西友がございまして、もちろんこちらは24時間です。で、通りを挟んでですね、両サイドには、いろんなですね、お店が、割と小さなお店がですね、まあ割とわちゃわちゃして、で、そこからさらに通りを渡って南側に行っていただきますと、まあちょっと隠れ家的なお店もあったりとか、伝統的な昔ながらのお店も広がっておりますね。あと練馬区役所がめっちゃでかいなっていう印象がございます。それではですね、続きましょう。外観のデザインはワンフロア3個で14階建てですから、細長い感じとなるわけでございますけれども、単純に3個が横並びになるというわけではなく、1列は後ろに引っ込ませており、見る角度によって見え方が大きく違う印象となります。もちろん3個すべてを横並びにできればですね、真の全戸南向きが歌えたでしょうけれども、土地の形状のスパンの関係でありましたり、全戸角部屋を歌いたかったこともあり、後ろは引っ込ませて、それをデザイン性に生かしている形になります。1列を引っ込ませたことでもう一つですね、プラスとなっているのがエントランスアプローチとなります。自転車置き場までの道のりにもなってしまっているのはいけてないのですけれども、色彩豊かなエントランスアプローチは規模感からすれば贅沢なものと言えるでしょう。これが全戸真のですね、
まあ、南向きであったならばエントランスアプローチを長く取るというのは不可能でございました。一方で残念なことは、ワンフロア3個でありながらも廊下がですね、外廊下であることです。ブランズ練馬が内廊下だっただけにですね、悔やまれるところでございます。ですがエレベーター前に中古玄関が来ないことであったり、玄関ドアを奥まらせている点は素晴らしいですね。それでは予定価格と間取りの一部を共有していきましょう。ちなみにですが、フロアごとの天井高は2階から3階が2600ミリ、4階から6階が2550ミリ、7階から13階が2500ミリ、14階が2550ミリとなっております。それではまず A タイプ 3LDK73.45 平米、管理費は月額 22,350 円、修繕積立金は月額 9,540 円、2階から14階がですね 7,498 万円から 8,588 万円となっておりまして、坪単価にしますと337万円から386万円でございます。続きまして B タイプ 2LDK56.85 平米、管理費は月額 17,300 円、修繕積立金は7390円、2階からですね14階が6388万円から6888万円、坪単価は371万円から400万円となっております。続きまして C タイプ 1LDK38.3 平米、管理費は月額 11,650 円で、修繕積立金は月額 4,970 円、2階と3階がそれぞれですね 3,988 万円、 4,088 万円、坪単価はそれぞれ344万円と352万円です。平均坪単価は約375万円となっております。こちらの物件ですね、旭化成が売り主ですから、お察しの通り入札ではなく、いわゆる等価交換事業となっております。そのため倉庫数39戸中12戸が非分譲となっております。旭化成といえばですね、そうだ、ノーベル賞を受賞した方が在籍する会社ですね。まあ、これ全くの私事になりますけれども、知人がですね、数年前に旭化成の関連会社にこう勤め始めまして違います、元カノではありません。知人が旭化成での関連会社でですね、働き始めました。ちょうどその頃はですね、横浜のマンションの杭の問題が直後にございまして、ああみたいなことを言ってたんですけれども、まあ、実直な会社ですよね、旭化成という会社ですね。元彼でもありません。私はですね、そういうレンジの広い男ではなくて、私の好みは女性だけです。またこういうこと言うとなぜか誤解されるんですけど、私はそういうレンジの広さ持ち合わせておりませんので、よろしくお願いします。どこまで行きましたっけね。旭化成が売り主ということですね。で、等価交換事業というところまでご説明いたしました。広告上はですね、全戸南向きを謳っておりまして、決してそれは嘘ではないんですけれども、先に述べましたように C タイプは後ろに引っ込んでいますから、 AB タイプのように上階でも新宿方面の眺望は楽しみにくくなっております。ただ C タイプの分譲は2戸のみで、他の10戸は賃貸に出されることでしょうから、購入者側にとってはそこまで関係のない、賃貸で借りるのはですね、シングルが主となりますから、まあ、そこを嫌う方は、まあ、いるでしょうけれども、まあ、関係ないこととなります。それもあってか単価がもらえがちな 1LDK の方がですね、単価が抑えめですから、抜け感にこだわらないシングル層からすればですね、買いやすいとも言えます。 A タイプは角部屋で、西側にも狭いながらにですね、バルコニーがありますので、そちらに全ての室外機を持っていくことができます。それにより南面のメインとなるバルコニーには室外機が一切置かれませんから、広々と使うことができます。 B タイプは寝室となるであろう北側の洋室にも外に出れるバルコニーが設けられております。設備仕様に関してはですね、ディスポーザーはついておりません。食洗機、食器棚、キッチン天板、食器棚、天板、洗面台の天板は
天然石となっておりまして、浴室はダウンライト、お手洗いはローシルエットトイレ、そして手洗いカウンター、室内物干し、かの物、バルコニーのスロップシンク等ですね、単価なりではありますが、こちらもブランズ練馬と比べてしまいますと大きな特徴というのは言ってしまえば特にございません。構造は二重床、二重天井となっております。セキュリティ面はですね、充実しておりまして、エレベーターまでにオートロックドアが2つ、さらに玄関前カメラ付きインターホン、こちらはしっかりついております。それでは周辺相場の確認をしていきましょう。ライオンズステーションプラザ練馬、1997年築練馬1丁目、新築時の坪単価は約250万円で、現在は約255万円。ディアマークスキャピタルタワー、2001年築豊玉北6丁目、新築時の坪単価は約225万円で、現在は約255万円。クラウドタワー練馬、2009年築中村北1丁目、新築時の坪単価は約290万円で、現在は約300万円。クレビア練馬、2012年築豊玉北6丁目、新築時の坪単価は約240万円で、現在は約235万円。ブランズ練馬、2019年築豊玉北5丁目、新築時の坪単価は約365万円。こちらはですね、直近売り出しの事例はございませんでした。以上の相場からアトラス練馬レジデンス、こちらの物件の将来価値を予想いたしますと、 A タイプ 3LDK 73.45 平米7階のお部屋、新築時8088万円のお部屋は築10年時には6240万円ぐらいかなというふうに予想いたします。こちらは今の相場からですね、予想しておりますため、ご参考ということでお願いいたします。駐車場に関しては新商社優先一区画、こちらを除きますと機械式となります。 1LDK も多いとはいえ、設置率が約 15% ですから、抽選とはなりそうですね。利用料金に関しては月額2万1000円から2万6000円を予定してございます。それでは恒例のシミュレーションでございます。久々の登場、トランシーバーでございます。こちらのマンションですね、練馬区、練馬駅周辺で検討している方にとってはですね、非常に呼ばれ物かなと思います。立地がいいですから、はい、毎日大根の生活ですね。いい日ですね。はい。なんかこういう厳しい意見に
はい。非常に心苦しいわけですけども、はい。そういった気持ちはありません。ブランズなりまというマンションの評価がですね、高いなりにやはりいいもんだと、ええもんだったということで、まあそれと比べてしまうとというところはあるかもしれませんね。ただ、いつもですね、マンションマニアさんのリアルレポートを聞くたびに思うんですけれども、そのちょっとなと引っかかる物件、割合ですね、営業の方、容姿端麗と言いましょうか、そういうお話をしばしば耳にしますので、やはりそういうところもいろいろ練ってるんですかね。それともモデルルーム訪問予約をして、マンションマニアさんと分かるとですね、そういう方になるのかというところは、これはもう完全に闇の世界と、そこはちょっと私でも分かりません。それでは、スムレーションに入っていきましょう。西武池袋線練馬駅を8時6分に出発いただければですね、池袋には8時17分に到着します。続きまして西武線からの有楽町線、練馬駅を8時に出発していただければ、小竹向原には8時5分、池袋には8時13分、飯田橋には8時25分、有楽町には8時37分、豊洲には8時46分、新木場には8時52分の到着でございます。続きまして西武線からの副都心線、練馬駅を8時8分に出発いただければ、小竹向原には8時13分の到着、池袋には8時20分の到着、新宿3丁目には8時27分、渋谷には8時35分に到着いたします。続きまして東映大江戸線、微妙にですね、西武線の乗り口と東映大江戸線の入り口が若干離れております。練馬駅を8時に出発しますと、どこにしましょうかね、中野坂上には8時12分の到着、新宿には8時19分、青山1丁目には8時26分、麻布十番には8時32分、汐留には8時39分の到着となります。通学校に関しましては、豊玉小学校で徒歩4分、豊玉中学校で徒歩14分となります。中学校は少々遠いですけれども、小学校までは大通りを渡る必要もなく、物件から一直線、途中に図書館もある恵まれた道のりとなっております。公式ルートとしては、まあ、歌えないんでしょうけれども、キャピタルタワーからデッキを経由して区役所内を歩いていただければですね、メチロ通りの信号待ちが不要となります。多彩なですね、スーパーマーケットや医療施設、まあ、こちらは夜間救急子どもクリニックもあります。そして銀行などなどですね、日常のことは練馬駅の周辺で済ませていただくことが可能です。そうですね、駅前が非常に充実してますね。あまりいいことじゃないですけれども、道幅もめちゃくちゃ広いわけではないので、信号を無視して渡る悪い大人も多数見かけたことがあります。それでは総評です。練馬駅から徒歩6分ということで、坪単価375万円とはまあ高いですね。ブランズ練馬も衝撃的な単価でしたが、駅から徒歩2分表記でございましたし、スペックがですね、ハイスペックでしたから、不動産としてはブランズ練馬の方が、まあ、買いだったでしょう。ただですね、ブランズ練馬とは違いまして、環境、眺望、そして最高面が売りでございますから、ブランズ練馬も検討したけど、ちょっとわちゃわちゃ感がなという方には、待ってましたという出物かもしれません。地元の需要で完売できる個数ではありますし、検討者の多くが欲しいと思う条件は揃っておりますから、あとは単純に価格に手が届くかどうかと、買う買わないの一番の分かれ目となるのでしょうか。練馬が好きでですね、駅近と環境の良さのバランス、こちらを求めるというのであれば、理想的な立地かと思います。意外に遠くから来てるんですね。ドクターストレッチ、弊社というか、まあ、この店舗のですね、向かいにドクターストレッチさんという、お店があるんですけれども、まあ、そこでいつもですね、元気に声を張り上げている長島さんという、
方がトレーナーがいらっしゃるんですけど、その方は地味に毎日練馬からこちらの海浜幕張に通われてるそうです。長島さん、これワイルド行けば行けんじゃないですか。そうですね、4000万円ぐらいですよ。まだドクターストレッチの方まで行けるんじゃないですか。行けますよね。まだ若干20歳前後と伺ってますけれども、これいいかもしれないですね。長島さん、じゃあ今日これ進めましょうか。そうですね、はい、これいいじゃないですか。まあ、これ記事内でもお伝えした通りですね、はい、1LDK は買い、はい、こちら、まあ、南向き、一応南向きにはなってますし、はい、あの通常 1LDK の方が単価が高くなるんですけどもね、もらえちゃった、はい、まあ、スタッフ屋しかないっていうことと、はい、試験者にこれ渡すんですよ。あ、単価4回以上、はい、ということは、ただ試験者さんっていうのは、はい、まあ、いくらいくらぐらいって、まあ、面積単位でこうなんか権利を渡されるわけですけど、はい、なんていうんですかね、この部屋を安くしてあげてるんですかね、うまいこと。ああ、中のことは分からんですけども。だからこれ非常にですね、はい、このマンションも 38.30 平米で、4000万円、はい、で一応可動部屋になってますし、はい、まあ、LDK から見ればグレード低いとは決して思わないので、うん、そうですよね、はい、設営所をそこまでは落としてませんので、はい、まあ、これ LDK2 部屋しかないですので、ちょっとこれ穴場があるので、ぱっ、まあ、と見、ね、ファミリーマンションかなって思う方多いと思うんですけども、はい、ぜひですね、シングル女性の方で、これお隣郵便局で役所 で道のりも、まあ、逆に大通り一回通るとそこまで暗くならないので、そうですよね、まあ、非常にこれはおすすめしやすい。とりあえず2個しかなくて1個が長島さん買うので実際ということで、この動画最後まで見ていただいたシングルの方、素晴らしいチャンスでございます。以上です。とどめは販売員のあの可愛い方ですね。その方が最後のクロージングでもう終了ですね。ワンチャン狙いのマンションマニアさんに負けないようにですね、こちら気に入られた方、特に 1LDK 検討者の方、実質もう残り1個しかございませんので、そのうち1個はですね、ドクターストレッチのもう長島さんがもうエッタしてますから、はい、あとはもう営業の可愛い方のクロージングがあるのみというところでございます。まあ、長島さんに勧めた暁にはですね、我々も紹介手数料というものをもうたくさんいただかなきゃいけませんね。それでは今回ご紹介のアトラス練馬レジデンスいかがでしたでしょうか。それではまた、お会いしたいと思います。メロンパン、メロンパン、ウルトラマン、チャンネル登録と個別セミナーですね。個別セミナー早速ですね、また追加でご予約いただいた方いらっしゃいました。どうもありがとうございました。ぜひぜひですね、検討内容に寄り添ったご相談をしてまいりますので、引き続きまだ枠があるところもございますので、お待ちしております。それではまたお会いしましょう。さようなら。